もう日本アニメをリメイクするのはやめよう。あれもこれもひどすぎる。皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。世界的に高い人気を誇る日本のアニメは、日本国内だけではなく海外でもたびたび実写化。最近はネットフリックスでワンピースが実写ドラマ化されることも話題になっていますよね。今回ご紹介するのは、海外のネット掲示板で話題になっていた日本のアニメをリメイクした失敗作品。誰もが知るような人気作品の数々が、どのようなありえないリメイクをされてしまったのかを詳しくご紹介いたしましょう。日本アニメをリメイクした失敗作品。1. 美少女戦士セーラームーン。美少女戦士セーラームーンは、日本のみならず海外でも絶大な人気を誇る作品。セーラー戦士たちのコスプレは、今でもコスプレイベントなどでの定番となっており、かつてはセーラームーンの武器である魔法のスティック欲しさに外国人が殺到したこともありました。日本におけるアニメの人気を受け、アメリカでは1995年に初めてセーラームーンのアニメを放映。しかし放送時間が平日の早朝であったせいか、思うように視聴率が取れず打ち切りとなってしまいました。ところが低視聴率の原因が放送時間帯にあると思わなかったアメリカは、日本風のテイストに問題があったと考え、アメリカ版セーラームーンを企画。まずはパイロット版が制作されました。ところがその作画は日本版とは全く異なるもので、いかにもアメリカ的で、ディズニーアニメのような顔立ちのキャラクターに、スリムな体型でイケメンのタキシード仮面も、がっしりとした体格のナイスガイになるなどの変更が見られました。さらにセーラージュピターが黒人に変更されているなど、セーラー戦士たちは様々な人種に。ポリコレ大国と言われるアメリカらしさ全開の設定ですよね。しかし1998年にアメリカの大手アニメ専門チャンネル、カートゥーンネットワークが日本版アニメを夕方に放送すると、セーラームーンは一気にアメリカで人気を獲得。権利上の問題もあったため、アメリカ版セーラームーンはパイロット版のみでお蔵入りになってしまいました。また日本のアニメが大好きなイタリア人ミュージシャンのパオロ・ツチは、セーラームーンへクリスタル・デル・クアレ、セーラームーンと心のクリスタルというタイトルのトリビュート曲を発表。なんとマッチョなパオロ自身がセーラームーン役としてミュージックビデオに出演してしまいました。これはゲイビデオではありませんという注意書きが冒頭で表示されると、ダンスミュージックのイントロに合わせて、月に代わってお仕置きよのポーズを決めたパオロのシルエットが出現。セーラームーンというフレーズを美声で連呼し、キレッキレのポーズとダンスを決めまくります。さらにバックダンサーのセーラーマーキュリー、セーラーマーズ、セーラージュピター、セーラービーナスも筋肉質なイケメンたち。本家のアニメとは全く似ていなくても、ここまで吹っ切れていると逆に感動しますよね。2. ドラゴンボールエボリューション。ドラゴンボールエボリューションは、ドラゴンボールを実写化した2009年公開のハリウッド映画。ドラゴンボールシリーズ生誕25周年記念作品として、20世紀フォックスが制作配給を行いました。ご存知の方も多いかもしれませんが、本作は世界中のドラゴンボールファンを激怒させ、史上最悪のリメイクとまでも言われた問題作。何から何まで原作らしさがみじんも感じられないひどい仕上がりとなっているのです。主人公の孫悟空は内気な性格で、本来の力を隠しながら普通の高校生として暮らしているという設定。原作では孫悟空は条件を満たすと大猿になるのですが、
本作では猿というよりもエイリアンに近い姿となっています。また本作で悪役を務めたピッコロは触覚が消え、原作で着ていた道着姿ではなくパワードスーツのような装備に。ヒロインのブルマも原作のようなわがままでおてんばな性格ではなく、非常にタフで男勝りな設定に変更されています。編集者の鳥島和彦は、自身が関わった映像化で最大の失敗作をこの実写化だと語り、原作者の鳥山明も本当にダメだったとコメント。編集者と原作者公認の失敗作となってしまったわけですが、なぜこのようなことが起こってしまったのでしょうか。失敗理由の一つ目は、制作者が高額なギャラに目がくらんでしまったから。映画公開から7年後の2016年に脚本を担当したベン・ラムゼイが謝罪コメントを出しているのですが、彼はその中で、支払われるギャラに目がくらんで引き受けた、原作に対する愛や情熱がなかったと言っていました。2つ目の理由は、制作に口出しができなかったから。この映画に対して口出しをするには出資しなければならなかったのですが、当時の集英社は出資せず、この一切口出しできなかったという裏事情は海外サイトでは衝撃的と紹介されるほど多くの人を驚かせました。3つ目の理由は、キャラクターやアクションシーンの実写化が難しかったから。成功したアクション系漫画の実写化というと、ルローニケンシンやキングダムなどが挙げられますが、これらの作品はアクションシーンはあっても実写での再現が可能なレベル。アクションシーンは原作に忠実に作られており、原作ファンも納得の仕上がりとなっていました。しかしドラゴンボールの場合は、実写化が困難なアクションや SF 要素が多く、原作の世界観を忠実に再現するのは非現実的。そのためストーリー展開やキャラクター設定が原作とはかけ離れたものに変えられてしまったのです。ちなみに本作の制作費は約4500万ドルだったのですが、全世界興行収入はたったの約5750万ドル。なんとか黒字で終わったものの、モントリオールの映画サイトウォッチモジョでは2000年代最悪の映画第8位に選ばれるなど、世界中から酷評され、辛辣なコメントや苦情が寄せられることになりました。3. 北斗の拳。1991年韓国は北斗の拳を無許可で実写映画化。主人公のライガが宿敵から恋人のユリアを奪い返すストーリーとなっているのですが、登場人物の見た目やストーリーが原作とはかけ離れていたため、韓国人視聴者からは苦情が殺到したそうです。最強にして最強のラオウを演じるのは中年の男性で、全く強そうには見えない華奢な体。現代であればネット上で大炎上していたことでしょう。また原作では有名なラオウとレイのバトルが本作でも展開されるのですが、これが想像を絶する名バトルに。二人のバトルは廃車置き場のようなところで繰り広げられた上に、なぜか廃車をただ投げ飛ばしてぶつけ合うだけの力比べのような展開となっていたのです。まさかの拳法を無視したバトルには唖然としてしまいますが、そんなグダグダな展開は互いが奥義を繰り出したことによって一発で決着。北斗神拳は内部から体を破壊する恐ろしい拳法のはずなのですが、奥義を食らって死にかけの霊に対して追い打ちをかけるかのようにラオウが蹴りを連発するシーンは、北斗神拳の神髄を全く理解していない名シーンと言って良いでしょう。さらにラストバトルに待ち受けているのはまさかの展開。ライガことケンシロウがラオウの蹴りを受けて地面に倒れ込むと、そのままエンドロールが流れ出すのですから、この映画は一体何を伝えたかったのだろうと思ってしまいますよね。ただアクションシーンに関してはテコンドーの本場
韓国なだけあって予想以上に動きが良かったなどとそれなりに評価されているようです。4. ゴースト・イン・ザ・シェル。2017年に公開されたゴースト・イン・ザ・シェルは熱狂的ファンが多いことで知られる攻殻機動隊シリーズを原作としたハリウッド映画です。ビートたけしや桃井かおりといった日本人キャストが出演しており、主要キャストの日本語吹き替えはアニメ版の声優がそのまま担当。ところがその内容はファンなら怒っても当然というレベルの B 級映画となってしまいました。ひどい点の一つ目はヒロインであるスカーレット・ヨハンソンのしょぼいアクションシーン。彼女のアクションは見るからに運動神経が悪そうな感じで、走り方なども思わず笑ってしまうほどのフォームだったそうです。ひどい点の2つ目はビートたけしのセリフが全て日本語だったこと。荒牧大輔を演じたビートたけしのセリフはなぜか全て日本語だったのですが、他の登場人物は普通に彼と英語で会話しており、その理由については劇中では一切触れられていませんでした。制作サイドとしては未来だしテクノロジーがあるからとでも言いたいのかもしれません。しかし実情は70歳に近いビートたけしに長い英語のセリフを覚えさせるのが大変だから仕方なくそうしたのだろうと想像している人が多いようです。ひどい点の3つ目は白人の親が日本人という無理のある設定。ヒロインの母親ハイリを演じているのは桃井かおりなのですが、娘が白人なのに母親が日本人というのはちぐはぐな感じがしますよね。ひどい点の4つ目は脈絡のないストーリー。2時間弱の間に様々な話を詰め込もうとしたせいか、ストーリーはかなり薄っぺらい展開に。序盤では久世秀夫を悪として描き、ヒロインが彼を追う展開が続くのですが、彼が実は被害者であることを知ると、裏で悪事を操っていたカッターを追い詰める話に切り替わります。つまりこの映画は真犯人探しの物語で、その合間にちょこちょこと挟まれるのが B 級のシューティングアクション。そのシーンを含め見せ場のシーンはほぼ全て予告編で流してしまっているため、本編は余計にしょぼく感じられてしまうのです。 5. ラストブラッド。2008年公開のラストブラッドはプロダクション IG のメディアミックス作品群ブラッド・ザ・ラスト・ヴァンパイアを香港とフランスの共同制作で実写化した映画。主人公のサヤを映画猟奇的な彼女のチョン・ジヒョン、鬼たちを統率する鬼幻を小雪が演じており、キャスティングとしては期待できそうな感じでした。ところが実際に見てみるとホラー要素もアクションも悪くはないのですが、ストーリー展開が異様に退屈。アクションに力を入れすぎたせいか何を言いたいのかがさっぱりわからない。B 級ゾンビアクションムービーになり下がっている。世界観が全く描けていないといった酷評の声が上がっていました。このような日本のアニメをリメイクした失敗作品に対しては外国人ネットユーザーから数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。セーラームーンのリメイクはひどかった。スタッフたちは手間をかけて頑張ったのだろうけれど、ずっと笑いが止まらなかったよ。ドラゴンボールエボリューションは確かに最悪の映画だった。ハリウッドが日本のアニメを実写映画化するのはもうやめた方がいいと思う。ゴースト・イン・ザ・シェルは先が読める内容で退屈だった。ハリウッドは大金を使ってかっこいいアクション映画を作りたいだけで、日本のアニメがやりたいこととは方向性が違っているんだよ。北斗の拳の韓国実写版はチープすぎて面白かった。アニメのファンは怒るかもしれないけれどね。海外による日本アニメの実写化は危険すぎる。日本が作っても失敗するケースが多いのに、他の国が作ってうまくいくはずがないんだ。
まとめ。今回ご紹介したように、日本初の作品を海外でリメイクすると酷評の嵐となることが多いのですが、原作ファンが思わず感激するような良作が生まれることも時にはあるようです。その一つが任天堂 3DS 用ゲーム名探偵ピカチュウをハリウッドで実写映画化した名探偵ピカチュウ。2019年5月に公開されると全世界で約4億3300万ドルの興行収入を記録する大ヒットとなりました。そもそも原作のゲームが探偵もので、海外ドラマを彷彿とさせる音楽を多用していたことや、洋画吹き替えの経験が豊富な声優を採用したことが成功の要因。ポケモンファンからは当時、ポケモンがハイクオリティかつリアルに描かれ、普通に人間の生活に溶け込んでいる様子が面白いとの声も上がっていました。またシティハンターを2019年にフランスが実写映画化したシティハンターザ・ムービー史上最高のミッションは、フランスでは公開からたった2週間で観客動員100万人を突破。監督兼脚本兼主演のフィリップ・ラショーがシティハンターの大ファンだったこともあって、原作へのリスペクトにあふれた小ネタがたっぷりと散りばめられており、キャラクターの再現度の高さも話題となりました。それから岸呂由紀との SF 格闘漫画ガンムを2019年にハリウッドで実写映画化したアリータバトルエンジェルも全世界で約4億3620万ドルの興行収入を記録したヒット作に。一部原作とは異なる設定もあるものの、基本的には原作を追ったストーリーとなっており、街の風景やアクションシーンなどの CG はさすがハリウッドという出来栄えだったそうです。日本のアニメなどを海外でリメイクした作品は、今回ご紹介した以外にもまだまだいっぱい。気になる作品を見つけたら、ぜひチェックしてみてくださいね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。